仰向けになって床との接触を感じましょう。うつ伏せに裏返ってください。両手両足はそれぞれ上下方向に伸ばしておいてください。手の甲を床につけましょう。手のひらが天井向きです。手も足も長いままにして、顔は右向きにしてそこに置いておいてください。ゆっくりと指を曲げて拳を作り、そしてまた開いて伸ばしてください。これを何度もやりましょう。ゆっくりと。言い換えると指を開いたり閉じたりすることです。顔を反対側に向けて、だんだんと指の後に手首も曲げてください。指を曲げて手首を曲げる。そして手の甲が床から浮くようにしてください。また顔を反対向きにして、手、指、手首に続けて、今度は両肘を曲げていきましょう。そして床に戻してください。いつでも顔の向きを変えて楽にできるようにしてください。指を曲げて、手首を曲げて、肘を曲げる。肩甲骨に注意を向けましょう。腕を曲げるに従って、肩甲骨はどちらの方向へ動きます？また、左右に違いはあります？やめて仰向けになって床との接触を感じましょう。またうつ伏せになってください。両手両足伸ばして、ゆっくりと足のつま先を曲げて伸ばしてください。ということは、かかとの位置は移動しないで、つま先だけが曲がるということです。だんだんとつま先に続けて、足の中央のあたりも曲げてみてください。そしてまた戻して、つま先を曲げて足が曲がる。さらに膝も曲げてください。顔の向きはいつでも変えて結構です。つま先を曲げ、足を曲げ、膝を曲げ、骨盤に注意を向けましょう。足が曲がるに従って骨盤は移動します。どちらへ？
やめてまた仰向けで休みましょう。床との接触を感じます。また腹ばいに裏返ってください。両手両足伸ばして、ゆっくりと指、手首、肘を曲げて伸ばして床に置いておいて、次に足のつま先、足自体、膝を曲げてまた床に戻します。こんな風に腕と足を交互に何度も曲げて伸ばしてください。今度はロッキングのようにやってください。腕が曲がるだけ曲がったら、ゆっくりと足を曲げていって、同時に腕を伸ばしていってください。腕が床に戻ったら、その腕をまた曲げ始めて、同時に足を伸ばしていってください。では腕と足を同時に曲げてください。肩甲骨と骨盤両方に同時に注意を向けましょう。この両者は相対的な動きをしています。近づいたり離れたり。顔の向きはいつでも変えて、いつも楽にできるようにして。やめて仰向けに戻って床との接触を感じ取ってください。ゆっくりと時間をかけて立ち上がりましょう。立ったままでちょっといてください。では歩き始めて、あなたの立ち方や歩き方にこのレッスンはどんな影響を与えたでしょう。